はい。ゆったりぬです。よろしくお願いいたします。はい。えっ、ー、とですね。ちょっと、急遽、これをちょっと撮影することにしました。えっ、ー、と、予定としてはなかったんですが、えっ、ー、と、北海道の方ですね。大きな地震があったようでございます。震度に関して、まあ、6と6弱だそうでございます、えー。非常に大きな地震だったんですが、えっ、ー、と、北海道のお住まいの方、えっ、ー、と、大丈夫だったでしょうか。 ええと、本当に心配になってしまうんですが、まあ私もそうですね。 えっと、福岡の方に住んでおりますので、まあ、地震ですが、大きな地震をあったことがあるわけでございます。まあ、えっ、ー、と、私に関してはそれほど被害はなかったわけですが、やっぱそれでもやはり、ちょっと揺れを感じたことがあるものとしては、やはり非常に怖いなという思いはしておりました。まあ、おそらく、北海道の住まいの方は、えっ、ー、と、以前に一回ありましたので、それが終わって、またさらにこういうふうに、ま、あちょこちょこ地震も揺れておりましたし、で、さらに、まあ、あ 本日のでかい大きなのもあったわけでございますんで、本当に怖い思いをされている方が多いのではないかと思っております。まあ、えっ、ー、とですね、やはり地震とか日本多いわけですから、まあいろいろと何かと準備はしておかないきゃいけないかなとは思っております。 まあ、えっ、ー、とですね、何が必要かなという話とかは、まあ、後日、また改めて撮影をさせていただこうとは思っておりますが、やはりですね、えっ、ー、と、まあ、今となってはやはり携帯とかが必需品にはなっております。まあ、えっ、ー、と、電話とかは通じにくくなる可能性もありますので、その点についてはやはり、モバイルバッテリー等を所持しておくっていうのも一つの方法ではないかと考えております。まあ、えっ、ー、と、今、本当に昔と違って安くなりました。薄くなりました。 軽くなりました。えっ、ー、と、昔はちょっと重たかったんですけど、今は本当に、機能面に優れてるものもありますので、まあ、モバイルバッテリー、常時準備しておく、で、バッテリーも貯めておく、っていうのも必要ではないかと思われます。まあ、あくまでも、一つの、えっ、ー、と、対策ですんで、まあ、予備として持っておくっていうのも一つの方法ではないかと思われます。まあ、他の件につきましては、また改めて撮影させていただきたいと思いますので、まあ、本日はちょっとざっくりという形です、ございますが、 えとまあえー、と災害に対して予備として、まあ、スマホ、本当にもう、連絡手段としてはもう非常に優れておりますので、まあ、あの電話が伝わらないというのはあるんですが、まあ、ネット上で、まあ、LINE とかそういう SNS ですね、はつながる可能性が非常にありますので、まあだだ、だといって、えーと、バッテリーはまあ有限ではございますので、その点も考えるとやはりモバイルバッテリーを所持しておくというのも一つの方法だとは思いますので、本日、急遽思いついたのもありましたので、 このような形で撮影させていただいております。まあ、予備として所持しておく。これも必要ではないでしょうか。本日は、ちょっと急遽ですね、北海道の方で大きな地震、震度6弱の方がありましたので、ちょっと撮影させていただきました。えっ、ー、と、北海道の皆様、えっ、ー、と、お気をつけください。ありがとうございました。それではまた。